アーケノサウルスは古代の植物の疑問名属名の一つである。この属名は最初、カモハシ恐竜の顎の骨の断片と考えられた断片的な化石に基づいて命名された。しかし、後にこの化石が軽華髻であることが判明し、発見者にとって大きな恥となってしまった。属名はアーヘンのトカゲという意味であり、化石がモレネのアーヘン層で発見されたことに由来する。アーケノサウルスのシノニムとしては1889年、もしくは1890年にモーリス・ハベラック博士によって創設されたアーケノ騎士論がある。アーケノサウルスは科学者のジェラルド・スメツによって発見され、1888年10月31日にタイプ種アカナソリス・マルティデンズとして命名、記載された。断片的化石に基づいており、スメツはこれを体長を4から5メートルで、神秘のトゲを持つハドロサウルス類のものだと考えた。スメツは肉眼、拡大鏡、顕微鏡を駆使して自説を弁護したものの、誤りはすぐに類泥によって証明されてしまった。スメツは最初、自身の同定を弁護したが、しかし、再び中立委員会により間違いが証明されると、純粋な恥ずかしさから完全に科学から撤退してしまった。ありがとうございます。